どうも、岡田千恵里担当プロデュースのテクタンと申します。はい、クリスマスの限定ガシャが来ましたということで、今回の限定アイドルちゃんはうずきちゃんに、しょうこに、はい、司社長の3人でございます。はい、まあ、うずきちゃんはね、予想が当たったんですけれども、司社長は、まあ、ぼんやり名前だけは出したかなというものの、しょうこは全く予想してなかったんでびっくりしております。ということで6週目ですね。うずきちゃんとしょうこが6週目といった感じになっております。はい、それじゃあ、まあ、アイドル詳細等を見ていきましょう。うずきちゃんのこんな感じのイラストがね、初めてで、前世初めてで綺麗でいいね。そしてイキヨンニーズとアンダードデスク、一応ミレイちゃんのイメージの雪だるまなんかな、実はいるんかな。そしてね、夜の街でコーヒーを渡してくれる司社長ということで、はい、アイドル詳細見ていきましょう。心イルミネーション島村うずきということで、うずきちゃんはボーカル特化、センター効果キュートデュエットの特技、ぬくもりの距離ということで、9秒中確率のミューチャルできております。はい、ニュージェネ3人ともオルタネイトでね、揃えてくるかと思ったらうずきちゃんのみミューチャルで実装っていうね、ちょっと今までとは違う傾向できたなといった感じですね。まあ、ずらしが入ってきたんで、これからのね予想、まあ、だいぶ先になると思うけど、7週目とかね出てきた時にはもう結構予想が、ね、ニュージェネ3人いつでもセットっていう風にはね、ちょっと考えられなくなったかなという風に思います。はい、そして2人目、ミステリアスファイリアス星翔子ということで、翔子はビジュアル特化、選択効果パッションプリンセス、特技熱い気持ちは雪の下ということで、13秒高確率のオルタネイトできております。はい、プリマステラエラプリマステラジュエル桐生司ということで、司社長はボーカル特化、センター効果クールプリンセス、特技宝石の瞳ということで、13秒高確率のオルタネイトできております。はい、エスレアは川島さんが来ております。はい、ミューチャル1人で、今回オルタネイトが2人、アンサンブルいないっていう、そういう形ですね。はい、それでは特訓を見ていきましょう。はい、クリスマスのね、結構私服っぽい感じで、衣装ニットで可愛い感じの衣装。はい、そして翔子はかっこいい、そして司社長は美しいっていう感じのイラストです。うん、川島さんは完璧にサンタに、サンタビキニっていう感じやね、めちゃくちゃセクシー。じゃあ 3D モデル見ていきましょう。はい、先ほども言いましたが、結構私服感がある感じで、ま、クリスマス時期、冬の時期の、ま、クリスマス冬のデートの私服みたいなね感じで、いや、めちゃくちゃ可愛いよね。アイドル衣装よりも私服感が結構あったりして、髪型もね、割と普段できるような感じの髪型でベレー帽をかぶって、上がニットでね、下が冬のスカートといった感じで、ブーツもね、冬仕様になってて、結構私服感あって、めちゃくちゃ可愛い感じのね、衣装になっております。はい。そして、翔子はかっこいい感じ、王子様感のね、ある感じ。髪型がね、すごいいいよね。ここくるくる巻いてて、サイドでまとめて、一つにまとめて、この垂らしてる髪型が、すごいいいよね。で、ふんわりしたちょっとかぼちゃパンツ風のね、まあ、王子様衣装に、まあ、足元もかっこいい感じで、ところどころちょっと雪の結晶があってクリスマスっぽくて、そして何、これを見てください、この帽子です。これね、逆さキノコ、ここがキノコのあの傘のあの部分あの部分になってる感じみたいで、翔子らしさもありつつ、クリスマスらしさ、そしてね、かっこよさも入ってる、そんな感じの衣装になっております。はい、そして司社長、いや、いいですね、赤のドレス、やっぱ大人っぽくてセクシーなね、女性にはね、やっぱ赤のドレスがすごい似合うということで、
クリスマスっぽさもありつつ、赤のドレスで大人っぽさもありつつ、いやレッドソウルで着ましょうって言ってるようなね衣装よね。これはもう、これも着なさい、着せて踊らせなさいって言ってるような衣装よね、レッドソウルで。うん、絶対そんな感じの衣装、赤のね衣装のアイドルちゃんたちと並べて踊らせたくなるようなね、そんな感じの衣装です。ポニーテールいいね、ポニーテール好き。はい、それでは、理想編成の話をしていきましょう。ミューチャルオルタネイト、オルタネイトということなんで、まあ、紹介するのはミューチャルオルタネイト編成の話になりますね。センターミューチャル、オルタネイトアンサンブル、秒数3つ揃えて、あとは、コンボナとコンセントレーションの秒数を揃えた、そういったユニットにするっていった感じのユニットになりますね、3人とも。はい、でキュートタイプ、キュートタイプがまたまたこれロマンのあるような感じのね、ユニットができまして、ミューチャルうずきちゃんでボーカル特化ダンス特化です。で、オルタネイトがこの間の音声のコヒーで、アンサンブルボーカル特化フレちゃんで、ダンス特化が京子ちゃんっていうことなんで、なんとピンチャーをね揃えることができるっていうね、まあ、結構ロマンのあるユニットになっております。で、これコンボナコンセをどの秒数にしていいのかっていうのが、まあ、わからない、一番持ってる手持ちね揃えていくのがきっと一番いいんだと思うんですけれども、うん、まあ、9秒、今回9秒ってことなんで、それより短い秒数、例えば7中の、ボーカル特化のコンボナちえりちゃんを入れるとピンキーキュートのね3人も揃うっていう、まあ、なんともね、まあ、夢のあるロマンのあるような感じのユニットを組むことができます。はい、そしてパッションタイプミューチャルは以前出ましたミカネで揃えることができます。オルタネイトに証拠を入れまして、アンサンブル、ボーカル特化ダンス特化、ミカネがボーカル特化ダンス特化ということなんで、リアムちゃんとトキンどちらでも入ります。そしてあとは秒数の揃ってるコンボナコンセを入れましょう。13秒のミューチャルやったら11秒のコンボナコンセで行くのがいいのかな。はい、そしてクールタイプです。クールタイプも以前出ました、かなでさんがぴったり合います。かなでさんはボーカルビジュアル特化です。でオルタネイトに司社長、アンサンブルしゅうこちゃんとみゆさんが入ります。はい、で同じくコンセントレーションコンボナは同じ秒数を揃えましょう。はい、といった感じになりますね。うん、ミューチャルオルタネイト編成がね結構完成していくような、そんな感じの画社のラインナップとなっております。で本日もね納税を引いていきたいと思うんですけれども、まあ、無料充電はフェスの方で引きました。しかしね今んとこ7日間あったんかな、7日間ぐらいあったんかな無料充電。実はね SS レアが1枚も出てません。ノーロードばかりでございます。で悲しいんやけど、きっとこれ運貯めてるのはこの証拠ね、私証拠めちゃくちゃ欲しいんやけど、証拠ね明日とか引けるそういう、まあ、フラグということだと思うので、まあ、プラスに捉えることにしましょう。出たらいいな。ということで本日は納税のみ引いていきたいと思います。ここで出てくれてもね、まあ、嬉しいということで、まあ、出たら嬉しかったなっていう、まあそれだけのそれだけのSレア出るならねピックアップ仕事してくれるとね、すごい嬉しいんやけど、ということで、はい、レイコさんでした。はい、優勝スタージュエルはすごく少ないので、節約したいと思います。はい、そしてこちらのガシャが13日まで、で、無料10連が7日までなんで、あと3日間さ、その30連で出るかっていうのは、はい、気合い入れてね、頑張っていきたいと思います。はい、ということで今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。